アパートを建てて家賃収入するとか。それがね、そんなに簡単にいかないのよ。畑を宅地にするだけでどんだけのお金が。この番組は人生100年時代を楽しく過ごすためのお役立ち情報たっぷりの YouTube 番組です。失敗でもお悩みでもどんどんお聞かせください。はい、早速参りましょう、はい、こちら岐阜県の68歳の男性の方です。ありがとうございます。私の家の周りには畑がたくさんあります。はい、私のすべて土地なんです。え、たくさんある土地。そうなの。おー、すごいね。すごいな。現在はご近所の皆さんに数軒に貸しております。うんうんうん。みな高齢になり、畑作業もだんだん辛くなって、そろそろその土地を返却されそうなんです。返されても自分も正直高齢者です。畑作業ができるわけでもなく、荒れ地まっしぐらなんです。やだ。雑草の管理にも当然お金がかかります。はい、この先どうしたらいいものか正直悩んでおります。土地持ってるの羨ましいと思ったけどね。そうだよね。その土地を何かに変換すればいいじゃん。なんか、なるほどね。こうそこにアパートを建てて家賃収入するとか、うん、いいんじゃないの。あのちゃん、それがね、そんなに簡単にいかないのよ。行かないらしいよ、私の調べによると。何その畑をね、はい、宅地にする変更する場合っていうのは農業委員会とか自治体の許可がもちろん必要なんですよ。で、この手続きが難しいと言って、まあ、行政書士にお願いをすると、まあ、お願いしたお金が7万円から10万円かかります。そして土地の広さを測量しなければいけませんので、面積にもよりますが、まあ、その費用が30万から80万くらいかかります。いやいや、そこでもう100万近くいってるよ。まだいくよ。え、でこの土地の使い方をね、変更する場合はその土地の使い方の変更届を土地家屋調査士などの専門家に頼むんです。で、頼むとするとこれがまた4万円から5万円はかかります。もう100万いっちゃったよ。そうなんですよ。そうなんですけども、それだとしても買えます？どうします？でも土地が荒れ放題になるよりは、うん、やっぱりまあ、資金はかかるかもしれないけれども、うん、アパートを建てて、うん、貸して、うん、家賃収入、うん、収益にもなるし、いいんじゃないのこれ。それがね、もしそれをしたいならまだ先の道のりがあります。まだまだ簡単に済まないのよ。あのね、これまず、まあ、今ある建物とか樹木とかを撤去しなきゃいけないでしょ。撤去するにも費用かかりそうだな、ね、そうそう。で、その20歳だった地盤を宅地にするというと土地ごとのまあ改良が必要なんですよ。ああ、さらに宅地にして建物建てるんだったら水道を引いてこないといけないでしょ。で、それするには大規模な工事があるんだけども、水を引くとなるとセットで下水道の工事もしなくちゃいけないでしょ。うわー、これ水道の、そうなの、下水の工事とか大変だ。すっごいお金かかる。ライフライン、お金かかるよ。じゃあ畑を宅地にするだけでどんだけのお金がかかる。 それでもこう何か建てて、それでも回収したいって思う場合もあるかもしれないでしょ。でもそういう場合は、まあ、相続税を節税するにしても、収益を狙うにも安定した収入を得るにも、まずはそこに建物を建ててアパート経営したり商業施設にしたり、今ならば、まあ、高齢者施設を作るっていうのも狙い目ではあるんです。駐車場にしてる人も多いよね。ああいう方たちは、まあ、多くがですね、将来土地が値上がりするかもしれないじゃないですか。値上がりした時に売りやすいように建物を建てないらしいよ。なるほど、あえてそういうことなのか。でもアパートに人がひっきりなしに、まあ、入ってくれればいいけれども、はいはい、これ入んなかったらまた赤字になっちゃうし。だからそうなんですよ。そういうことだから、まず畑をね、宅地にしてしまう前に、宅地にした後どれだけの人が入りそうかとか見込みをね、
リサーチすることがとっても大切なんですよ。市内から駅から遠くに離れてるとか、畑の周り山しかないとか、そう駅がないとか、そういうところの畑はこれまた大変だよ。まあ、なんとなくそういう方が多いと思う、畑だからね。ね、いやそうだね、畑も持ってたら持ってたで悩みはあるね。そうでしょ、だからここで土地の活用法、これで成功したという方いらっしゃると思うんです。ぜひ書き込みアドバイスお願いいたします。教えてください、アドバイスお願いします。さてこちらでございます。はい、私に来ているのは、香川県にお住まいの65歳の男性の方です。はい、ありがとうございます。今後のことがズバリ心配です。はい、長年住み慣れた家なんですが、道路用地買収の対象に家が引っかかるようで、お山、ま、数年先には移転引っ越しの必要があるようなんです。お何を言われるのか、どう対処すればいいのか全く分からず不安な毎日を過ごしています。道路計画があるのね。あら、うちの旦那の、うんうん、おばあちゃん、血が、やっぱりその大きいバイパスになるので、立ち退いてくださいみたいなことをなんか言ってたような気がした。本当そういうこともあったと思ったな。本当でもこれ、私だったら嫌よ。うん、やっぱり断る。え、嫌だもん。だって生まれ育ったね、土地だもん。そうなんですけど、いくら言われてもどきません。そうなんですけど、あっこの気持ちはよくわかるんですけどもね、道路用地の買収についてはね、断ることができません。嘘でしょ。できないんだって。これね、法律があるんですよ。その道路工事が公共事業の場合、土地収用法という法律がありまして、土地の持ち主の意思には関係なく、ひどい、道路になる土地は国のものになるんだって。ひどいねこれ。ちょっとね、これだけ聞くとちょっと乱暴な感じもしますけど、もちろん保証金とかね、他の土地をもらうことはできるんだよ。できるので、そこに居座り続けることはできません。だったらせめて高く買い取ってほしいよね。そうなの。値段っていうのは、だって自分の意思とか気持ちじゃ、私たちじゃ値段決められないってわけだよね。そうだから、その場所がね、そのにぎわっている町なのかとか、もともとが宅地なのか農地なのかとか、いろんな条件で変わってくるんだって。でも一番大事なのは、交渉力という噂もございます。交渉力か、でも引っ越すしかないから、いい機会だから断捨離しよう。まあ前向きに考えたって、だってダメって言ってるんだもん。断れないんだもん。踏ん張ったら上がるのかな、ちょっと踏ん張れば。まあ多少はね、だって引っ越したくないのは事実だからね。じゃあ相談には乗ってもらうけど。じゃあ道路用地として土地が強制的に収容された経験のある方、いると思うんですよ。いや、あこちゃんのそのね、ご親戚の方もいらっしゃるから。そう、おばあちゃん、そういう方は、こういうことで失敗したとか、こういう交渉で私はうまくいったっていう、その体験談を教えてください。書き込んでください。お願いします。高評価、チャンネル登録もお願いします。東京都にお住まいの61歳の女性、はい、できるだけ踏み台昇降運動をしております。あらー、えらー、懐かしいね。懐かしい。結構あれハードなんだ。いや、ハードなんですよ。でもね、すごくいいんだって。踏み台昇降の利点っていうのは、踏み台昇降、降りる時の運動の時に足の内側や足首の筋肉使うから、バランス感覚が向上するんだって。あー、体幹。そうだ、高齢になるほど上がるよりね、下がるの方の運動の方が意識するといいんだって。上がるより降りるのが大変って言うもんね。確かに、山も降りる時の方が大変だし、膝も怖いしね。ね、階段もそうだし。うんうん、そっか。なんだって。踏み台昇降いいかもしんない、うん。親から相続した一番大事なものはこの体でございます。うん、大事にメンテナンスしましょう、ね。そうですね。さて次回のお悩みは、年金生活は節約生活。節約。あっこの出番よ、あっこちゃん。あっこケチカツか。ケチカツ。節約もそうよ。そうね。そう、同じ。次回もお楽しみに。
SBI シニアの住まいとお金。